こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。前回の宇宙語のやつね、結構すごい、あんな好き勝手やっちゃってるくせに結構みんな良かったって言ってくれて良かったな。どんどん自由になっちゃってるよね。やってることがなんか歌っちゃったり、クリスタルシンギングボール出してきたり、これもさ全部感覚なんだけど、やっぱりこう形にないものっていうのかな、感覚を表現するっていうことってこんなに素晴らしく、こうなんていうのかな、楽しい、自分が楽しいし、しかもやっぱり結構皆さんも受け取ってくださってるみたいで、こういう感覚ってやっぱすごい大事だよね。本当にこっちが私、本当の私たちですから、感覚に従ってね、やっていくっていうのは最高なことだなと思いました、はい、で最近やっぱね、8月に入ってから本当にエネルギーが強くなってきたね。これさ、で今結構宇宙が急いでるんじゃないかみたいな、よく聞くんですよね、宇宙が急いでる風みたいな。で私どういうふうに思ってるかっていうと、宇宙が急ぐっていうか、私たちが急いでるんだと思って、なんとなくね。これ今どういうことが起きてるのかなって私なりの解釈なんですけど、今まで宇宙から降り注ぐエネルギーがさ、少し細かったんだと思うんですよね。まあ、筒が細かったものが、これぐらいの、ものがさ、こんなに大きくなってきてるんだと思うんですよ。だから直接的にダイレクトに宇宙エネルギーが地球に降りてきてるから、だから地球にいる私たちがそれに対応するのに忙しいみたいな、そういう感じだと思うのね。宇宙はいつも多分変わらず見守ってくれてるんだけど、この変化を体験してる私たちに変化があるんじゃないかなと思ってるんですね。そう。だからなんかメッセージとして来るのはさ、もう本当そのままでいいよとか、なんて言うんだろう、頑張んなくていいよとかさ、焦らせるようなことは一切ないからね。そのね、焦る気持ちとかっていうのは、要は自分の中の幻想の中に入り込んでるっていうところが多いと思うから、どんどん手放していくといいんじゃないかなと思います。反対だよね。だから焦らないでって逆に言ったら言ってる感じ、焦らないでというか、そうだな、落ち着いてみたいな、ゆっくり行こうとかさ、そのままでいいよとか、もうそういう感じなんですよね、メッセージ来るものが。だから急ぐ感じがあったとしたら、少し落ち着いていただくといいんじゃないかと思います。でこのなんていうのかな、私たちすごいこと、だから本当に地球に住んでてすごい体験してるんですよね。今もう周りに結構手術する人とか多いんですよ。肉体、精神、本当に変化がある人が多いと思うんですね。大きな転換期を迎えてますから、でここからだからさ、今これぐらいのものだったさ、宇宙エネルギーがこれぐらいのところをね通ってきたわけじゃない。 で今までは宇宙エネルギーが通る、ここに地球に降りるものが少なかったんだけど、これだけ大きくなっちゃってるじゃない。これだけ大きくなった時にこれだけの変化があって、体もそうだし精神的なものもそうだし、だから引き寄せとかもすごい多い人多いんじゃないかなと思うんですよ。そういうとこもあると思うし、でもう本当に現実化、私も本当に現実化めっちゃ早いからね、現実化が早いんだけど、なんかなんだろうな、幻想だって分かってるからやっぱ入んないんですよね。その中で楽しんでるというか、でもっともっとさ、この大きさがこんなになっちゃったり、こんなになっちゃって、もうどんどん大きくなってくるんですよ。宇宙エネルギーの降りてくる量が増えるってことだから、なんていうのかな、焦る必要が一切ないですね。だからその、過程っていうのかな、宇宙エネルギーが多く降り注いでくるから、で次元が上がってくるわけだからね、どん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 上がってきて、じゃあどういう感じになっていくかっていうことは、だから現実化が早い、本当にそのまんまの自分でいればだからいいっていう、まあそういう感じなんですね。そう、ただそういう時に自分が何をすればいいかっていうのをちょっとこう体系的に今お話ししたいと思っています。で、まあチャネリングとかのさ、私も動画講座とか出してるんだけど、まあチャネリングやる時に結構思考が強くなっちゃうっていう人も最近多いんですね。
でこれは思考とかが強くなるような、だからブロックみたいのが上がってきてんだよね。顕在意識っていうのが私たちの思考みたいな感じだと思うね。思考とかこう日常を意識してる部分が顕在意識じゃない？で潜在意識っていうのがまあ無意識な状態、ハイヤーセルフとかつながってるところなんだけど、そう、そこの部分がだから今まで潜在意識に入ってたものが顕在意識にグワーって上がってくんですよね。思い込みとか波動が高くなってきてるから、どん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 次元が上がってきて波動が高くなってきて、もともとそこに埋まってたものがグワーって上に上がってきてるから、上がってきたものをだから外したのが先なんですよね。チャネリングももちろん大事なんだけど、2つだからこうブロック解除とか統合のワークの私も動画を出してるのは、そこのワークもすごい必要なんですよ。ここのワークも必要だし、チャネリングとかのこういう高次元とつながったり、そういう感覚的な部分もだから同時にやっていくといいと思うんですよね。うん、だ日常生きていて、まあ楽しんでさ、こうチャネリングみたいな、高次元のエネルギー感じてみたり、感覚的なところをなんだろうね、認めてみたりっていうのかな、そういうとこもやりつつ、統合のワークとか出てきた自分の感情とか悩みとかさ、今は特に浮き上がってきてると思うんですよね。あんまり私はもうね、今までやっぱ取ってきたからあんまないんですよね、悩みとかが。だけど今出てきてたり、今苦しいって人はもう顕在意識に出てきて準備できてるよ、取る準備できてるよってことですから。で取ることなんて簡単ですからね、もう本当にちゃちゃっとできちゃいますから、難しいっていう観念が入ってたらそれも取るって感じ。簡単にできてるんですよ。簡単なところを私たちは難しいと思う体験をしに来てたわけだから、そう、それをまあだから統合のワーク、ブロック解除、ヒーリングなどで取るって感じですね。で自分でやった方がいいですね。他のものももちろん頼るのいいと思うんだけど、自分でもやってください。自分でやるときですかね今は。簡単ですから、ブロック解除だとバシャルの電球の付け替えもいいし、なんかマインドブロックバスターのブロック解除もすごいいいと思いますし、あとはなんだっけ、統合のワークとか並木さんが出してるものもいいし、だからワーク、あとブロック解除とかいろんなのあるよね。ブロックの解放ワークとかさ、マインドチェンジみたいな、そういうのもあると思うし、そういうので取るんですよ。取って、でそれによって自分がこう本来の自分になっていけるみたいな感じになっていけるから、これをやっていけばいい。もうね、これだけです。上がってきたものを、だからモヤモヤしたものがあったら取る、あとは高次元につながるみたいな、この両方のバランス取っていくといいんじゃないかと思いますね。焦ってんのは自分ですよ。焦らしてないぞ宇宙は。逆に言ったら本当に見守ってるよね、私たちのことを。だから私たちってさ、地球にいますけど、だいたいチーム制みたいに多分なってんだと思うんですね。だから、宇宙から、大体の人がね、宇宙から来て地球にいますけど、ちゃんと見守ってくれている家族が宇宙にいるみたいな、家族なのか、チームみたいな感じになってんじゃないかと思うんだけど、やっぱ地球にいるっていうことはすごく尊いことなんですよ。すごい経験をしてて、特に今アセンションの時だから結構こう重要ポイントに私たちいるんですよね。だからそれがさ、面白くてしょうがないなと思うの、高次元の人たちはね。なんかわあ、こんなことで悩むんだ、こうなんだ、ああなんだみたいな、なんかワイワイやってんだと思うんだけど、だからその日常の自分のことをさ、ちゃんと見てくれてる存在がいるんですよね。ちゃんとチームみたいになって、多分何人、なんか3人4人ぐらいとかもっといるのかもしれないけど、いるんですよ。それで自分がさ、この肉体持って私たちやっていかなくちゃいけないわけだから、この肉体持ってやるっていうのがやっぱすごい大変なことなんですね。だから今結構手術であったり、今までの考え方の癖とか入ってる人は精神的な部分であったり、肉体であったり歪みが出てると思うんですけど、ここを要はもうこの改善していこうというかね、違う方向に本来の自分として生きるっていう時が今ですから、
そう出てきてるあの思い癖ですね、観念、自分の観念を外す、外していけば軽くなっちゃうっていう感じなんですね。であと寝てる時に、だからこのチームの人たちっていうのかながさ、やっぱりこう宇宙船とかで多分来るんですよね。宇宙船ってさ、みんなが思ってる円盤みたいな感じだけじゃないんですよ。全然そうじゃなくて、雲みたいな形であったりとか、もう目に見えない形で来てたりするかもしれないし、あとはもうだからある意味地球自体宇宙船、地球も宇宙船って言えるんじゃないかっていう、それぐらいでっかいものもあるってことなんですよね。うん、だからもうそういう観念も外して、なんていうのかな、自分がそういうチームみたいな感じで寝てる時に、だからすっごいなんか私がよく睡魔が襲ってくる時あるじゃないですか、もうものすごい眠いみたいな時っていうのは、だいたいその宇宙船が来て調整するためになんか寝ろっていう感じなのかなと思って、ぐーって寝るじゃない。そういう時に自分の意識が宇宙船とかに行って、チャチャチャっとこうヒーリングしてくれてね、肉体と精神のバランスを取ってくれて、またこう降りてくるみたいな感じのことを多分やってんじゃないかなと思うんですよね。すごくないですか、そんなことさ。なんかうたた寝してたって自分では思ってるだけだけど、明らかにそういう感じで徐々に徐々に私たちは地球でこのアセンションを体験していくために、慣らすようにこうサポートの存在がちゃんと入ってくれてるんですよね。そうだから順調なんですよね、本当にみんな順調だと思います。うん、あとあれだよね、今何すればいいかとか、今までこういうことが分かんなかったことがすごい悔やまれる、あきこさんのこと知らなかったことが悔やまれますみたいなこと言ってくださる方いるんだけど、今がベストタイミングってことですね。うん、これ以上はなかったというか、これが本当に宇宙って最高ですからね、完璧で最高ですから、ベストタイミングだっていうことですね。今なんですよ、今じゃないと逆に言ったら自分は聞き入れられない自分だったんだと思うんですよね。うん、こんなさことなんて聞き入れられないじゃないですか。本当に素直に受け入れることもできないし、あとその地球っていうところに体験をしに来てるわけだから、このなんていうのかな、抜けちゃうとっていうの、こういう思い込みとか外れちゃったり、だからどんどん自分が軽くなって高次元の自分自身になっちゃうと、何が起こってくるかっていうと悩めなくなるんですよ。私も本当にさ、悩みなくなっちゃったんだよね。なんか悩みなくなっちゃうの、逆に言ったら悩んでるってことはすごい、こんなに素晴らしい経験してたんだなっていう、地球ならではなんだなっていうのを本当に今よくわかるんですよね。高次元の自分自身になっていくっていうのは、この枠っていうのを経験してた自分からもう枠じゃない自分っていうところに、本当に普通のただの元々の自分に戻るっていうことだから、最後の名残としてね、みんなこうありがとうっていう気持ちで手放していくといいんじゃないかと思います。すごい経験なんですよ。私の場合だとね、お金っていう枠がすごい入ってたかな。大体人生は結構地球に慣れてるスターシュードなんですよね。私の場合だと行ったり来たりするタイプだから、そうで、この地球に慣れてるタイプの人っていうのはどういうのが入ってるかなっていうのを自分で見ていただくといいと思うんだけど、お金っていう枠がすごい入ってたんですよね。だからなんか行動が制限されてたなって思うんだけど、このお金の枠とかも外れてくると、本当にこういう無限なんだなっていう、お金のエネルギーだから、こういう日常のさ、いろんなことのエネルギーっていうのはやっぱり無限であって、私たちができないことっていうのはないんだなっていうのをすごい痛感してますね。だから枠をやっぱ経験してたんだなって思うから、はい、分かったかな。なんか一気にちょっと喋っちゃってあれだけど、順調にみんなこうシフトしてきてて、自分のペースで手放しをし、する時ですから、自分のペースでいいです。他のことの情報も入れすぎない、自分の感覚だけが頼りですからね。これから先もっともっとそういう風になっていっても、私も何も変わんないよね。何にも変わんないと思う、執着ないもん、幻想だと思ってるかな。でも現実は多分大きくなると思うんですよね。宇宙規模でやっていきたいっていうさ、これだけ出してなんでこれが湧き上がってくるのかよくわかんないんだけど、宇宙規模でできんだったらやっていきたいじゃん、面白いじゃないですか。やっていきたいと思うから、それだけは出してるけど、
あとはヤギですよね。最近また水が減ってきてヤギ来たからヤギ見てやっぱヤギいいなみたいな、牛いいなみたいなことを、まあ、日常やる、ゴロゴロする、それの繰り返しですよねどんなに宇宙エネルギーが降り注いだってこれはやるよ、やるし、これが大事だと思ってるから、はい、あ、まあ、皆さんもね参考にしていただければいいんじゃないかと思って今配信しました。ま、うん、あ、ちょっと待ってて、うん、たくさんのさ存在がやっぱりあのサポートしてくれてて、自分は一人じゃないですからね、うん、こういうところをね、まあ、これからも発信していきたいと思っています、うん、はい、じゃあまた撮ります。